ブリュースター軍は、アメリカ合衆国テキサス州に位置する軍である。2000年現在、ここの人口は8,866人である。ここの軍庁所在地はアルパインである。ブリュースター軍は、テキサス州最大の面積を誇り、軍内には、ビッグベンド国立公園が存在する。アメリカ合衆国統計局によると、この軍は総面積16,039。 平方キロメートルである。すべてが陸地で、軍内に、水地域は存在しないことになっている。ブリュースター軍、ターリンガの風景一ブリュースター軍、ターリンガの風景に2 0 0 0年現在の国勢調査で、この軍は、人口3669人、9061世帯、および2216家族が暮らしている。人口密度は1、平方キロメートルである。 平方キロメートルの平均的な密度に4614件の住宅が建っている。この軍の人種的な構成は、白人81.09%、アフリカンアメリカン1.22%、先住民0.85%、アジア0.37%、太平洋諸島系0.06%、その他の人種13.44%、および、 根結2.98%である。ここの人口の43.62%はヒスパニック、またはラテン系である。この郡内の住民は22.20%が18歳未満の未成年、18歳以上24歳以下が14.80%、25歳以上44歳以下が24.50%。 45歳以上64歳以下が23.90%及び65歳以上が14.60%にわたっている。中央値年齢は36歳である。女性100人ごとに対して男性は99.00人である。18歳以上の女性100人ごとに対して男性は98.40人である。 この軍内の世帯ごとの平均的な収入は27,386ベードルであり、家族ごとの平均的な収入は33,962ベードルである。男性は26,934ベードルに、対して女性は21,250ベードルの平均的な収入がある。この軍の一人あたりの収入は15,183ベードルである。 人口の18.20%及び家族の12.60%は貧困線以下である。全人口のうち18歳未満の20.80%及び65歳以上の13.00%は貧困線以下の生活を送っている。ありがとうございます。